はい、皆さん、おばらぎー、茨城ひよりです。今日も自宅からお届けしちゃいますよ。今回もひよりアート飾ってみました。こんな感じかな、こんな感じかな。私の表情を真似て描いてくださったってことなんで、ちょっと真似してみました。あんこまで笑っちゃって、ね、あー、はーい。というわけでですね、ツイッターハッシュタグひよりんアートにてイラストを募集しておりますので、皆さんもよかったら投稿よろしくお願いします。はい、というわけでね、私ももう何回かこの番組やらせていただいているんですけど、ただニュース原稿を読んだりするだけでは物足りなくなってきているわけなんですよ。なので今回は茨城の魅力を発信しながら、とあるゲームにチャレンジしていこうと思います。ゲームしながら茨城の魅力を発信できるなんて一石二鳥でしょ、さすが日和。というわけでチャレンジするゲームはこちら、安村八分音符ちゃん。このゲームはですね、マウスやコントローラーなどを使って操作するのではなく、声を使ってキャラクターを動かす 2D アクションゲームなんです。なになに、声を出しているとキャラクターが前進する、一瞬大きな声を出すとキャラクターがジャンプ、ジャンプ中も声を出し続けるとキャラクターが前進、さらに大きな声を出すと大ジャンプ。なるほど。というのがゲームのルールなんですけど、なんと日和はこれをニュース原稿を読みながらゲームにチャレンジ。ちょっと待ってください、スタッフさん、ちょっとこれ50ペ企画だと思うんですけど、ちょっとどなたか、また目が合わない。でもこれに負けないのが日和です。頑張ってゲームにチャレンジしますよ。それでは早速始めていきましょう。お、来ましたね、休むな八分音符ちゃん。よいしょよいしょ、ステージ1。お、おたまじゃくしの音符が、お、喋ると動くんですね。大きな声を出すとわあ、ジャンプする。なるほど。それでは原稿読みを始めていきたいと思います。日帰りでも宿泊でも旅の疲れを癒してくれませんでした。まだまだ行きましょう。まあ、これはね、入門編ですので、旅の疲れを癒してくれるのは何といっても温泉です。群馬から栃木、茨城まで続く八甲田山の温泉は、これ難しくないですか。でも日和なら行ける。群馬から栃木、そして茨城まで続く八甲田山系は良質な温泉の出る一帯として知られています。また沿岸部ではかつて海の底だった地層からミネラル分たっぷりの温泉が湧き出せなかった。よし、茨城のことを伝えるんだ。もちろん関東平野1-0秒0法、筑波山にも独自の温泉が湧き出ています。茨城には四季折々の季節を楽しめる温泉がたくさん。というわけで茨城各地の温泉をご紹介いたします。北茨城市にある、北茨城市にある、噛んだからじゃないですよ。やだー。でも最長記録出ましたから。そもそもなんですけど、これちゃんと皆さんに茨城県の魅力伝わってるのかな。伝わっていると信じて。よし、丸蜜旅館、ここでしか体験できない驚きのお風呂、アンコーコラーゲン風呂で美肌に。これ画面も見て、プレイ画面も見て、原稿も見るって、日和はすごくレベルの高いことをしてるって皆さん知ってましたか。動いちゃうから、ゴジャになっちゃうが、じゃあみんな集中すっか。あ、動いてる、やります。あんこうの鍋とね、かとして知られる北茨城市平方漁港、実はこの一帯は温泉地でもあるんです。丸道旅館では旅行じゃないだろ。予約不要で日帰り温泉を利用可能。
1階の天然露天風呂浴場と4階の露天風呂浴場、2つの温泉を楽しめるのも嬉しいポイントです。4階の露天風呂温泉には、やったー、あんこかな。どうすんだよ、こじゃぴゃ日和かよ。あんこから抽出したコラーゲン風呂を使用、プラス料金で利用できる個性豊かな貸し切り風呂もあります。続いて醍醐町醍醐温泉闇ぞ、グランドゴルフコースで一汗かいてとっておきのお風呂で醍醐温泉を満喫。2011年7月にリニューアル、オープンのホテルは清潔感にあふれとっておきの時間が過ごせます。自慢の天然温泉のお風呂は美肌効果が高いと特に潤いや高いと人気です。少しだけアルカリ温泉のお風呂はやった、皮膚の新陳代謝を活性化させてくれませんでした。どこまで読んだっけ、あった。秋から冬にかけてのリンゴの季節には毎朝地元産のリンゴを湯船に浮かべたリンゴ風呂が9月から翌年1月まで楽しめます。続いて日立市海づくしの湯萩谷旅館、昆布化の海藻をはじめエキスや天然海水を使ったお風呂、太平洋を眺めながら全身で海を感じる名湯です。天然温泉に勝るとも劣らない。日立市水墨海岸萩、漢字が読めない、漢字を読んでたら時間になっちゃうからね。漢字どこまで読んだっけ、水墨海岸萩屋旅館のかじめ湯は滑らかにし、体の芯から温めてくれます。古くから朝湯千葉として知られた日立地方の伝統の朝湯はミネラル豊富で万病に効くと言い伝えられており、さらにオリジナルの朝主湯は玉砂利と塩湯気で全身に大技何をもたらすんですってですって、あは、ごまかせない。ここからが日和の本気、あ、動いてるじゃん。よし、続いてはひたちなか市磯崎温泉ホテルニューハクアキさんですね。眼下に広がる太平洋を独り占め時間がないって言われてるじゃん、もうあと2回しかプレイできないって後ろからカンペ出てるじゃんこっからが日和の本気です。皆さん見ててください。だから喋っちゃうとダメだから、早速原稿いきましょう。ホテルニューハクアキでは地下1500メートルから湧き出した天然温泉に日帰りで入浴することができます。ニューヨーク、はセーフ。泉質はナトリウム塩化物泉で、疲労回復はもちろんのこと女性の大敵、冷えにもうってつけの温泉です。ちなみに白亜紀の由来は近隣の海岸、ダメだ、もう狙いすぎてて、なんかどこをキッコイにしようかなとかって思ってたらちゃんとできないので、もうラストはノリで一気にオールジャンピングでいきたいと思います。納豆のように
粘り強さで行くべ。天然温泉絹の湯、都内からのアクセスも抜群、抜群だー。皆さん、日和はアナウンサーです。なので原稿は集中して読みたいと思います。これからもイバキラTV ニュースを集中した状態で聞いてくださいね。大変だ。皆さん、ゲームの実況を見ていると思ったらいつの間にか茨城のことが気になって仕方なくなってきたんじゃないですか。これこそまさに日和の思い通りです。そうなんです、ゲームのプレイとか日和が上手いとか下手だとかはもうこの際関係ないです。皆さん、茨城のこと知ってください。というわけで、他の動画も気になって仕方がないあなた、こちらの再生リストをフォローお願いします。あ、フォローじゃない、再生リストから見てください。そして今後の日和の動向が気になる方はツイッターのフォローも、茨城県や私を応援していただける方は、YouTube のチャンネル登録を何とぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。